日野自動車、日野自動車株式会社、日野自動車は、主にトラックバスといった商用車を製造する日本の自動車メーカーである。通称、日野、ローマ字表記は、日野。トヨタ自動車の連結子会社で、トヨタグループ16社のうちの一つ。日本のトラックバス業界最大手、日経平均株価及び JPX、日経インデックス400の構成銘柄の一つ。 主にトラックやバスなどの商用車の生産を手掛け、トヨタブランドの小型乗用車や、小型、普通トラック、SUV などの自宅生産も行っている。また、親会社のトヨタが、陸上自衛隊へ納入する73、式中型トラックやトヨタ向けディーゼルエンジンの生産、あるいは軍用ハイブリッドシステムの共同開発も、行っている。2004年3月期の連結決算では、 売上高が1兆円を突破。2019年も1兆9、813億円で過去最高益を更新している。日本国内の大型、中型トラック販売では2019年現在、46年、連続シェアトップを誇る。また大型トラック顧客満足度調査において10年連続で1位を記録。小型トラックでも5年連続で1位を記録している。 また2007年には海外向け販売台数が国内向けを上回り、現在は総販売台数の7割以上を海外向けが占めている。世界90カ国以上で販売を行っており、台湾やタイ、インドネシア、マレーシア、パキスタン、ペルー等ではトップシェアを誇っている。2013年には世界で初めてハイブリッドトラックバスのグローバルでの 累計販売台数が1万台を突破した。世界の大型トラック製造メーカーの中でも、毎年生産台数トップ10にランクしている。1965年にトヨタ自動車の参加に入り、2001年にはトヨタが株式の過半数を取得して子会社化された。合理化のために、バス部門はすでに、イスズ自動車と経営統合しており、2004年10月に、日野自動車、 イスズ自動車共同出資の新会社、J バス2以降、イスズと共通の車両を J バスより供給される形態となっている。日野は観光バス、イスズは路線バスを開発して、相互供給する。なお、イスズは、元は、日野の母体になった会社でもあり、また現在は、トヨタ自動車との資本提携関係にあるため、日野との関係も深い。同時に、西日本車体工業、 西高への写真供給を取りやめている。2009年から一部の路線車に限り、西高への写真供給が再開したが、それも2010年西港の解散とともに終了した。また、2018年4月には、商用バス、トラックの分野でフォルクスワーゲンと、包括的な提携をすることが発表されている。東京都八王子市の日野自動車21世紀センター内に、 日のトプラザという日本で唯一のトラック主体の企業博物館を持っている。東京ガス電機工業株式会社ガス電イコールガス電が今日の日の自動車の母体とされている。東京ガス電機工業はその名の通り明治時代末期から大正時代にかけ普及期にあったガス電気器具を生産。また第一次世界大戦時には海外から 薬莢の大量受注などにより、業績を伸ばし、航空機用国産エンジン、紙風なども生産している。さらに、理事東京ガスエレクトリックエンジニアリング CEO の当時後のブランドで、日本でも初期の自動車量産に取り組んだ。1930年代、大型車両生産を強化しようとする国策により、東京ガス電気工業株式会社の自動車部と、 自動車工業株式会社、及び、共同国産自動車株式会社とが合併し、ジーゼル自動車工業、現、イスズ自動車、設立当初は、東京自動車工業株式会社を設立した。その他、ガス電を母体とした会社には、トキコ、コマツゼノアなどがある。その後、戦時体成果の国策により、総合車両メーカーのジーゼル自動車工業から、 特殊車両製造部門の日野製造所が分離独立させられることになり、日野自動車の元となる日野重工業を設立させ、97式中戦車などの軍需車両の製造を行わせた。企業経譜としては、イスズ自動車の分派ではあるが、日野製造所が星子伊佐村ガス電系出身の技術者を主軸とした製造拠点であったことから、日野自動車では自社のルーツをガス電に求めている。 終戦後の1946年にはディーゼルエンジン技術を活かして、当時としては異例の超大型トレーラートラックバスを開発、ついで1950年以降は通常シャーシ、単車の大型ディーゼルトラックバの生産も開始して、母体企業のイスズと競合する大型車両業界の有力メーカーとなった。1953年にはフランスのルノーの技術共有を受け、 小型乗用車、ルノー 4CV のノックダウン生産を行い、後に完全国産化を果たした。その後自社開発のリアエンジン、RR 駆動小型乗用車、コンテッサ、ピックアップトラック、ブリスカ、全輪駆動で4輪独立喧嘩のワンボックスカー、コンマースなど、先進的な車を開発、生産していたが、1966年のトヨタ自動車との提携以後は、再び、 トラックバスの開発、生産に特化して、現在に至っている。1960年代の乗用車を開発していた。頃は、日野プロと日野 GTP などと呼ばれる、プロトタイプレーシングカーを開発して、レースに参戦していた。1990年以降、日本国内の大型車メーカーでは唯一、ダカールラリーに日野レンジャーで参戦している。オペレーションは、 ダカール出場のギネス記録を保持する菅原義正と息子小児のチームチーム菅原である。1997年のダカールラリーではトラック部門総合では史上初となる1.23位を独占するなど好成績を上げている。その後設定された排気量10リッター未満クラスにおいては2019年大会で10連覇28回連続完走を達成している。 また2000年代にインディカーシリーズの競合チームである、チームペンスキーとスポンサーシップ契約を締結していた、こともある。2010年12月22日、茨城県開発公社より、茨城県小賀市名崎4112番1階の、小賀名、先工業団地、旧 n t t 名、先無線送信所跡地、小賀市立名崎小学校南側を、約59億円で取得した。 2009年1月に予約してた。2012年から2020年にかけて新工場を建設する。まずは海外輸出の KD 工場を2012年まで移管する予定である。最終的には2020年までに日野工場のすべての機能を小賀新工場に移管して日野工場を閉鎖する予定。バスについてはトヨタ自動車、イスズ自動車からの OEM 車種もあるが、 J バスから日野自動車、いすず自動車の両者に同一製品が供給される統合車種に移行が進んでいる。太地の車種は、いすず自動車より供給されたもの。クレーン、食い打ち機、フォークリフト、ロードローラー、プレジャーボート用小型船舶、エンジン、コンプレッサー、発電機用として、国内外各社にエンジンを供給している。廃止された形式及び社名を示す。 王と三輪は三井正規工業製で1960年代初頭まで日野で販売された。1980年代前半の風のレンジャーと称されたレンジャーの CM に桂歌丸、金明子、ジャンボ鶴田の三人を起用した。続く1986年発売のレンジャープラス5の CM には日野繋がりで日野テルマサの OBGM に使用した。 1989年のレンジャーフルモデルチェンジの際にはトラックのイメージ一新を狙い大インを起用した。また1990年代前半にはスーパードルフィンの CM にケニー・ジーの曲にイルカの CG イラストが流れるもの。1992年のモデルチェンジ時には役所工事出演の CM も流れた。1990年代後半のデュトロ発売当時は 友坂理恵が CM に出演していた。2004年以降はポパイが同 CM に起用されており、走れ。歌謡曲の影響があってか文化放送で比較的多く、1日中流霊た。近年は TBS ラジオや日本放送でも CM を流す。かつて放送されていた ABC ラジオの近鉄バファローズアワーでは試合中継の際にスポンサーとなっていた。 これは、大阪近鉄バファローズの親会社であった、近畿日本鉄道、近鉄バスとの関係が深いためである。2010年代は、トン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 、日野のニトンという軽快なキャッチフレーズと対照的な、堤真新一とリリーフランキーの繰り広げるシュールギャグの CM が人気を集めている。トラックだけでなく、バスの CM も流すこともあった。モデルチェンジ時に制作され、 セレガ、初代の CM は、バブル期の1990年ということもあり、大々的な宣伝活動を行っていた。テレビ CM は、フジテレビの、ご存知女ネズミ小僧、新、座頭市、大空港、裸の街、金ちゃんのくじテレビ、江戸の用心棒、超潜入、リアルスコープハイパー、僕ら時代、おじゃ、マップ、VS 嵐、フジテレビ水1ドラマ、 FNS の日、関西テレビの虹路寺院 TBS のドラマチック22ブロードキャスターサンマのスーパーからくじ TV 日本テレビ火曜8時枠時代劇24時間テレビ愛は地球を救うのスポンサーも務めていたが踊るサンマ5店の番組途中で降板するも2011年10月にテレビ東京系列の乃木坂ってどこミニ番組 昼パパで久々にテレビ番組のスポンサーになった提供コメントでは日のデュトロと読み上げている沖縄での日本テレビ会をる8時枠での CM は沖縄テレビで放送されたまた2013年4月に TBS の水曜プレミアシネマ2992年以来のスポンサーとして提供するようになった JFN 系列土曜もしくは 日曜5時13時の時報 CM にも起用されている。書籍、雑誌ではバスラマインターナショナルに書籍広告を出している。バブル期には漫画娯楽に広告を出していた。1995年1月17日の兵庫県南部地震、阪神、淡路大震災発生時は近畿地方のテレビラジオの CM を自粛する処理で対応し、それ以外のエリアでは 通常通り CM を流していたが、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震、東日本大震災では、未曾有の災害と東京電力、福島第一原子力発電所での事故などの被害を受けて3月15日から4月21日まで全てのラジオ CM を自粛した。4月22日にラジオ CM を再開するも当面は、 企業 CM や緊急災害時のトラック運転に対する心構え、燃料の節約に関するお願いなど、日野自動車が今何かできることを宣伝していた。7月1日より主力トラックのデュトロの新 CM を制作、放送すると同時にイメージタレントに佐々木倉之介、柳沢慎吾、新山千春を起用したテレビ CM スポットとラジオ CM を流している。 この三人には、実家が自営業であるという共通点があり、特に佐々木の実家佐々木酒造は、実際にデュトロハイブリッドのユーザーでもある。また、ブランド CM として、ダカールラリーへの挑戦、明日を止めないために、を放送している。日野工業高等学園は、日野自動車株式会社が、職業能力開発促進法に基づき運営する。 認定職業訓練による職業能力開発校で東京都日野市にある。元は1951年4月に労働基準法に基づき中学校卒業後入社した社員を対象とした3、可燃教育の技能者養成所で事業内職業訓練施設として認定される。これを1959年6月に日野自動車工業高等学園と解消。 1962年11月から学校教育法に基づき文部大臣の指定を受けて指定の教育施設となり東京都立八王子工業高等学校との連携を開始。1964年4月には科学技術学園高等学校と連携を開始した。1970年代後半から1980年代にはしばらく休止していたが、 1991年3月に日野工業高等学園として、機械化と板金化の2課で再開、また、4月には先週コースを設置した。その後自動車整備課、電気制御回路組み立て化を追加した。2003年に先週コースの募集は休止したが、2019年現在は、機械加工課、蘇生加工課、製造設備課、自動車製造課の4課で運営されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。